とカレーライス毎日食べれないもんな。嫌だ飽きる。一緒同じたまにオムライスしたり、そうたまにね。一緒ね。そう焼肉とかお好み焼き食べたりかも。そういうところは、ね、彼女はもう考えなくちゃいけない。そう考えなくちゃいけないよ。絶対ね、これでもね別の女性から告白されちゃったんですよねこの件、うん、だから浮気になってしまう。デートに誘われてると。だからそう彼女ごめんなさいだけど彼女のせいで別れる。そうもうっていうか浮気するとりあえずね。あ、健吾さん、健吾さんがなんてって言ったらもう彼女同じこと毎日同じことはもうとにかくはもう飽きる。でもそのねマンネリ化って2人の結果ですよね。彼女だけが悪いわけじゃないですよね。うん、だけどやっぱり彼がそう言ってるからだから彼の目で彼女を同じことやってる。うん、でケンコさんはどうなんでしょう。今はね多分彼は浮気しただからそのこと言ってるか同じことでしてるとか逃げてるのなんかねあるでしょそういう男が違う女子好きだから、あ私の彼女いつも同じいつもするなんてちょっと違う女性が魅力的に見えちゃうんですかね。うん、だから分かったじゃあ圭吾さんちょっと綺麗に男らしくて別れて違うの付き合った方がいいと思います。そうもう嘘なくてもう自分で嘘もしないようにもう2人とも騙されないようにもうちゃんと綺麗に別れてもうごめんなさいもうあなたのこともういいっていうかもう愛してないよって言って合わないとか。もでもね彼女のことも嫌いじゃないと思うんですよね。好きな方だと思うんですよ。好きか嫌いかで言ったら好きだと思う。だからもう分かった。でもね毎日だから分かった。それは好きではない。それ慣れたから、うん、慣れたからだからそれは好きっていう感じ。それは好きの意味。でもこの健吾さんねこのデートに誘われた子と、うん、まあ、今後付き合うことになりました、うん、結局また同じようにマンネリ化してだから彼は一人ぼっちがいい。ごめんねこの人今結婚してる二人で違う付き合ってるでしょ。彼女そうですねまだ奥さんじゃない付き合ってる、うん、そしたら結婚するときどうする。そうどうしたらいいですか。だからやっぱり彼も例えば彼女いつも同じスタイルだったら彼もしっかり話しないダメ、うん、もう本当にしっかりして話してこういうところ合わないよとか言ったらそしたらこうしましょうとかなんか相談しないかん、うん、それしなかったら絶対違う女の子行くよ。そううまくいかない2人とも。これ彼女にも彼氏にも問題があるそうですよね、はい、女の子からずっと待つな本当に。お怒りですね。待つっていうかでも彼がやっぱりもうしっかりしてほしいね。しっかりというか、うん、もう決めてもう何がしたいってこうしたい。だから人間はいつも一緒でしょ同じ彼女でしょ変わらないでしょ、うん、だからロキシも言った通りで彼女ちょっと相談しながらもうこれから私たち長い付き合いもうなんか違うことしましょうなんかそういうね、うん、そういうなんか子供作りましょう。積極的ですね。はい、だからそれは例えばねそれは2人だったらなんか趣味も違うっていうも、うん、自分では2人は同じ趣味見つけるか、うん、もう自分で過ごす時間がちょっと楽しむかもうすることいっぱいだから、うん、もう本当に人生どんでもう本当に360グラス。でもどこで出会ったもう一人女の子彼にデートさせた。どこに出会ったのかは書いてないんですけれども。でしょ。だから彼ずるいちゃう。どこで道で見る。へーへー私とデートしてじゃないやろそれ。でも多分仕事仲間ちゃう。あ、ありえるね。オフィスで。オフィスでそう。行くとき？行くとき。今の手なんですか。今の手これなんですか。もう仕事しろよ。ジングトラほがりちゃう。彼女の前も私にデートして。いらん。誘ってる感じですね。そう誘ってる感じそう。本当。だから、うん、そう私もは彼はしっかりしてほしい。そう彼もしっかりしてほしいね。このマンネリを、まあ、脱却するためにはだからそれお手替えで頑張らないといけない。どうしたらいい。例えば旅行行ったりとかお風呂行ったりとかコンソーシャーするねお風呂行ったりとかそうと、うん、スポーツしたりもうなんか遊びのところ行ったり山登ったりなんかいろんなこといっぱいあるよ。あと日本でゴルフすごい人気だから、うん、ゴルフやったりボウリングやったりもう何でももういっぱいあるから遊ぼのことでも日常が毎日一緒だから飽きちゃう、ね、飽きちゃうだから毎日出たら何起きる仕事する寝る起きる仕事するそしたら彼も時間作らないじゃないですか。うーんやっぱり彼の方からもアクションを起こしてそう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 今の彼女が大事なんだって
ったら、そう、もし本当に愛してる、本当に愛してる、慣れないだったらね、そうそうそう、もう何ヶ月何年付き合ってるわからないから、うん、だから本当に愛してるだったらもう頑張るしかないね。それはいろんな方法探して、いろいろちょっとムーブムーブムーブ、これ何おとばれにプロになってこれは彼に本意、本意、健吾さん本意応援ダンス、オークション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 、デートさせないぞ、させない、させない今は本当に彼女を愛してるんなら、はい、もう頑張ってもういっぱいアピールして、うん、いろんなプロポーズして、もうなんかそうしよう、どっか行こうとかね、うん、彼女もあと時間も作ったよ。そうでもそう1日でも2日でも休みだったらもうどっか例えば遠いところ、しんどいかもしれないけど、でも遠いところ、山登ったりとか、うん、海行ったりとか、そういうね、公園行ったりとかね、本当にもうジャグジーブルブルブルしたりとかそう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 、その通り、その通り、好きそうですね、ジャグジーとかね、はい、最高でしょ、ジャグジーは欲しいね、家に、家に欲しい、家に欲しい、家にいたら慣れる、あ、そうですね、それがまたマンネリ化になるから、だからだちょっと外で、あの気持ちよくて、もう家いても、もし相手人いなかったらどうする、女の子だけ入る、おかしい、そうおかしい、だから私のワンちゃんと一緒に気持ちやすそうわかります。じゃあマンネリ化をなくしていくためにお互い歩み寄って努力してほしいですね、はい、そうですね。でもこの彼女のことが、まあ、もういいやと思うんであれば、新しく告白された女の子とGo でもありですか？はい、もうなんていう彼が自分でもう、あ、なんかアピールしたり、なんかプロポーズしたり、彼女を多分自分で分かってない、もう同じこと毎日同じこと多分分かってくれないから、うん、彼を教えたら多分彼女好きだったら変わってくる。あ、そうね、そういう問題あるね、日本人言わないだから、あ、そう言った方が、本当の気持ちはね、言った方が彼女も好きだから愛してるだったらちゃんと変わってくるよって、うん、もう何したらいいとか喜ぶとか聞くでしょ。まあ、本当に言ったら、自分で何欲しい、もう自分で幸せあれば隣の人も幸せ、自分幸せなければ自分の隣の人も幸せ作れないんじゃん、うん、それ当たり前な、哲学ですね、うん、はい、分かった、分かりました、ちょっと待って、分かったじゃあ、 あの健吾さん、まずはね、はい、自分が幸せかどうかっていうのをもう一度心に正してもらって、はい、隣の彼女は幸せかどうか、もうあなたの幸せは何みたい、何、そう、あと時間あげてよ、もう仕事ばかりダメよ、そう、当たり前同じことになる、うん、仕事も同じじゃないですか、だから早く家帰って、ね、飽きないでしょ、仕事は、そうそう、なんで隣の人飽きる、ね、愛してないからでしょ、だから言ったね、ちゃんと本当に何欲しい、そう、本当の気持ち、そうか、じゃあちょっと一度自分と対話して、自分を見つめ直して何が大事なのかっていうことをね、多分自分を愛したいと思う、私、まあいいよ、秘密、ちょっとね、うまいことまとめてるんですよね、今そうね、じゃあしないでくれ、いいよ、もういいよもう一度自分を見つめ直してほしいと思います。健吾さん、ファイト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 、言わんといて、人に頑張ってくださいまだでもでは、次の投稿に行っていいですか。はい、いいですよ、はい次はですね、あ、これはいいんじゃないですか、つけまつげがうまくつけられません、どうしたらいいでしょうかという単純な質問です。つけないで、はい、つけないでじゃない、ちょっと待ってつけまつげつけてる人、はい、つけます、ニコール、つけまつげつけてます、綺麗についてますね、はい、綺麗に落ちないように気をつけて、そう、落ちないようにもうちゃんとね落ちる時ありますか。あの、もともとはダンサーで、あの、汗かいてる瞬間で落ちる時もう半分落ちたくてありますよその代わりにそれ勉強になりました、つけ方ありますよ、つけ方ある、あ、あります、あります、今からちょっと自分でまずいニコールのつけまつげ講座、はい、ファイト、はい、あの、とりあえず、あの、つけまつげ買いましたとして、あの、目の大きさは日本人と外国人の違いんで、あ、ちょっと待って、ノットする、ノット、はい、ちょっと待って、一番丸で、あの、大きさは合わせる、で、大きかったらは切ってもいいし、うん、もうちゃんと目に合わせてる感じね、自分の目の大きさに合わせてつけまつげをカットする、はい、カットします、はい、大きかったらもうちょっとちっちゃくしますし、それと、あの、やっぱりいろんなノリあって、いろんなノリで自分で合うか合わないかを足してみないといけない、接着剤ですね、はい、そうです、うん、だからそれはついてるかついてないか別に買うか、それも自分で足してみないといけない、うん、
そのつけまつげを買った時にもともと接着剤って一つついてるんですよね。今はついてないところもあります。はい、あります。それが、まあ、言ったら自分の肌に合うかどうか。はい、合うかどうかな。ちょっと待って、二人を話しとるのはテニスみたいに見えるのね、私。はい、テッチング、はい、これつけないぞ、私。つけない、どうしたらいい。何もしない、つけて。つけたら怖いぞ、あれ。どうする、もしつけるときに、うん、ジェットコースター乗る。大丈夫、いいや、撮れない、撮れない、今は撮れない。ずっと撮るときに見えるの、ちょっとすいません。そうそう、写真、写真。あの、やっぱりつけ方あるから、私の場合はね、あのもともと 汗はすごいかくだから、もうとりあえずはボンドっていうか、もうすごい大事ね、合うか合わないか。あ、ボンドガール、ボンドガール、イエス。接着剤がまあ自分に合うかどうかっていうことの、はい、まずはまあそれをいろいろ試行錯誤して何種類も試してみるっていうことですね。はい、出してみると、あとやっぱりもう白もあるし黒もある、だからどっちも両方私買う、白も買って黒も買って、なんで言うと、もう自分でつけまつげつけた時に白い方つけて、もうちゃんと合わせてくるね、ちゃんとつけたかどうかで、ちょっと時間置いておいて、それまた上には黒いのりを乗る、なんでっていう、もうちゃんと落ちないようにダブルで、ダブルでっていうか、もうすごい、あのダンスとかぼやついで、ぼやついで違う、あの汗は絶対かいても落ちないように、もう1日はずっとつけても大丈夫。ウォータープルーフの、ウォータープルーフじゃなくても、今しっかり見たら可愛いね、ニコールはまつげもな、ほんとセクシーですね、つけまつげセクシー、セクシーで、まずはあのもう最後のなんていう、あのすごい、あ、私の秘密のところあります。あ、はい、マル秘テクニックですね。 Yes。 はい、よろしい、はい、あのつけた習慣でもちゃんときれいに分けて、それからあのマスカラもう一回塗るんです。自分のまつげと、あの入れたまつげと全部合わせるんです。もう絶対はそれは、そうですよね、あの二重になっちゃうんですよね、はい、自分のまつげと自分とつけまつげがクリーンってなってるから、はい、こう横から見たらこういう風になっちゃうから、それをマスカラでこう一緒に、はい、それでパッチリ、でもほとんど日本人あれも使うでしょ、なんかビューラー、ビューラー使いますね。だから使わなかったらこうならないでしょ、日本人は。ビューラーしてないんですか。してない、私もしない。ちょっと見てほしいんですけど、横向いてほしい。ビューラーしてなくてこのカールって近いねすごいですね。しないね、パッチリ、しない、しない、しない、だからしない、しない、しない、だからやっぱり日本人でつけたら、あのこういうまつげがこうなってるでしょ。なりますね。で、日本人のまつげほとんどこうした、なんで分からんけど、うん、こうなったらやっぱりあれも使わないダメ。もうちゃんとビューラー、ビューラーを最初使って、つけまつげつけて、マスカラで一緒にする。そうそうそう、しんどいっぱいね。やることいっぱいですけれども、女の子は美のためには時間を割くんですよね。ニコールのつけまつげ講座、参考になりましたでしょうか。はい、皆様からの美の相談もどんどんお待ちしておりますので、ニコールロキシー、これからもよろしくお願いします。では今週はこの辺で、さよなら。